言も喋らずに父はいて、それで、まあ、破壊したんですけど、その時、まあ、決断とか、まあ、母のやっぱり好きなようにするのが一番いいだろうと思っていましたけれども、父はどうだったのか、ただ、まあ、一言も喋らずに行ったっていうことがなんかもうかわいそうで、今でもなんか胸が詰まりますけれども。お父様の介護日記っていうのがあったんですね。はい、Thank you.